ワンピースガープの海軍育成計画、失敗に対する読者の反応集。ドラゴン革命軍ルフィ海賊、エース海賊、サボ革命軍コビー、黒ひげにさらわれる。成功してるのヘルメットだけか。コビーは随一の成功例だけど、なんか四校が縛ってきたから、むしろなんでこのジジイは海軍やってんだよ。作中でも言ってるけど、事前作ではあるからな。価値観は正義である程度妥協できるので、海軍やるのは割と真っ当な流れと言える。計画がざるすぎる。まあ人を虐げるような海賊にはなってないから、ヘルメットも元を考えれば十分すぎる。もう海に出すな。山に送ったのに早死にしたという点で、エースの剣を一番食えてると思う。ドラゴンはガープが天竜人の愚痴言ってるのに影響されてると思う。コビーってそんなに大変なことになってるの？普通に自分の手元に置いておけばよかった気がする。ただどいつもこいつも出自がなぁ。躍動感のある黒ひげでダメ。わしが育成した息子が革命軍になっちゃった。なら孫は他人に任すぞよし。サボも関わってたっけ？たまにコルボ山に襲ってきて三兄弟ボコボコにしてなかったけ。ドラゴンが育っちゃったから、うん、わしじゃダメだなってなったんだろ。だ団に預けたのは子育てとしては大正解だし、黒ひげは本当にいきなり縛ってきてコビーだけ誘拐していったからな。つってもコビーの美白すごいだけで、元を考えるとヘルメットも順当に成長してるんだよな。ドラゴンはお腹の剣がなければもうちょっと陰剣派っぽかったのに、エースは一番重要なライムを伸ばしてなかったからな。ジジイが育成したのって下二人だけじゃ？三兄弟も時々指導に行ってる。ドラゴンは明言されてないから直接育成したのかもしれない。まあどっちにしろ育成失敗してるんだが、息子をまっすぐ育てたかったんなら天竜人皆殺しにしとけば革命軍作らなかっただろ。立場的にそばに近づけるし、実力的にもできたんじゃないの？急にやったら世界混乱するだろそれ。別にいいんじゃない？奴隷としてさらわれる奴も減るだろうし、天竜人消えて困ることある？ドラゴンはまあガープの思想的に見たらギリ成功例だろうけど、シャンクスいなくてもルフィ海賊になりたがってたからダメだっただろ。シャンクス来るまで海賊はクソって言ってたぞ。このジジイの過去編面白そうだから早く書いてくれ。力が欲しかったら天竜人の手先か犯罪者の二択だからな、あの世界。ヘルメットは海軍の息子だから順当だと言える。ルフィなんか今や強盗団の頭だからな。ジジイは割と自分の立場の範囲で好きにするだけの良識あるからな。赤髪あいつ最悪なんだ。ガープは潔癖症じゃなくて血が流れるの自体は許容というか認めてるからな。コビメッポ以外育成なんて言えるほどのことしてないと思うんですが、ルフィもシャンクスも合わなかったからおとなしく海軍になるのかね。普通にドラゴンルートありそう。 F の話しても仕方ないけど、シャンクスが来てなくても性格的に海軍になるとは思えない。ルフィはシャンクスに会う前から海軍はなんか違うってなってるからな。ガープかわいそうな気もするけど、ガープの海兵の良さがわかるとは思えないし、コビメッポ育成成功だけを見ても十分教育者としてすごいと思ってんすがね。どいつもこいつも自分なりの正義というか信念見つけちゃったから、ガープは親が良かったのかもしれない。あの破天荒っぷりで海兵になろうと思ったのすごいと思う。エイトまだいるだろ、ジャンゴとか。エースの軌道ぐにゃぐにゃすぎる。頂上決戦時も例のやつ除いてもだいぶぐにゃぐにゃしてたからな。自分の軍艦専用カスタムでデコってるのはだいぶ海賊ポイント高い。海軍内部にはガープの派閥がありそうだけど、指揮取ったりは全然してなさそう。蜂の巣行きの軍艦に中将何人か乗ってないか期待してる。グラフっぽいけど多分まっすぐ横へ伸びれば成功なんだな。ヘルメットまともに進んでるな。サボと接点あるか？ダダンのところに世話になってた時期に身人まとめてのされたりしてた。山賊に育てさせて海軍に行きたがるような真っ当な成長するわけねえだろ。自分で育てたくないにしても信頼できる同僚に任せるとかできなかったのか。存在がバレた時点で関係者全員死刑になる海賊王の息子だぞ。無理無理、それこそ海兵にして功績上げさせて揺るがないくらいの名声を手に入れさせる以外の道だと、どうあがいても死刑しかない。こいついなかったら大海賊時代そのものが変わるからな。
子供の頃から育成するほど希望とは違う方向に行くシャンクスに会わなかったら多分ドラゴン知らなくても同じことしてたと思う。サボが天竜人にやられた幼少期があるし、ルフィってガープと似てるところはあるけど、ガープの影響を受けたとかじゃなく単に似た者同士なだけって気がしてる。ガープがルフィに与えたの恐怖だけというか、そもそも成功例は元から海軍志望だろ。何がきついってエースに至っては海賊になりやがってとか思いつつも、まだ白ひげのところだったから把握しやすかっただろうに、一度捕まって処刑と思いきや脱出したのに結局いらないところで意地張って結局死にやがった。海兵だから脱獄させられない、親だから死なせたくない、戦争中ずっとめっちゃ辛い立場だな。このヒデオバリバリの海兵なら向いてないだろうけど、じいちゃんのところである程度自由にできたり、実力ついて大将ぐらいわがまま通るようになったらやれてたかもしれない。黒ひげはマジでなんで帰ったんだろう。セラフィムの命令権でも狙ってる？セラフィムの命令権目当てでコビーなんかさらってもな。生地柔軟さと破天荒さがあるせいで覚醒力に顔が利くのが悪い。ロジャーに目をつけられたからな。ロジャー相手だと常識的に見えるの。ずるい。ロッキーポートだのゴッドバレーだの作中の奴らは知ってて読者には開示されてない事件が多すぎる。早く蜂の巣でコビーを拷問して真相を聞き出さないと。風車村はシャンクスが現在地隠すために使ってた可能性あるから、あそこにルフィを預けるのは優しさがあるだろ。一応全員悪いことはダメと、悪い奴は殴れの価値観は受け継いでるので、ルフィエースも海賊の立場はアウトローであることは自覚してたのがなんとも。ガープがルフィ預けられるのが風車村かだ団だけなの悲しいだろ。どっちともいいところだけども、ジジイが暴力的なのが悪いよ。ルフィの正義の味方感と金はまともなのが伝わってくる。それはそれとして、ご視聴ありがとうございました。